中二の息子の視力が低下してきたというので、いよいよゲームの悪影響が出てきたかと思い、子供、火星禁止、直すあたりで検索したところ、視力回復法を説く眼科医のサイトに行き当たり、そこには、目読や音読が禁止になりやすいと書かれてありました。一つ一つの文字に集中することで目の筋肉の緊張状態が続くというのがその理由で、読後は目の体操などでほぐす必要があるとのことです。逆に速読で目が良くなった報告があるとも記されていたため、今度は速読の動画を探し、見よう見真似でやってみました。すると驚いたことに、普段は疲れを感じやすい私の目ですが、そのなんちゃって速読を少ししただけで、かなり疲れが取れたのです。速読にはいくつか種類があるようですが、最初に見たのが目を小刻みに上下させているものだったので、それにより、目の筋肉がほぐれるのではないかと思いました。そこでふと、以前子供が口にした。ゲームをしまくっている子の多くは目が良くて、しない子にはメガネの子が多いとの言葉を、思い出すことになります。随分都合のいい見方とその時は笑いで流したのですが、最近のゲームには速読に匹敵する、小刻みな目の動きが伴うのは紛れもない事実で、それが近視の進行を防いでいるのかもしれないと、素人の浅知恵で思ったわけです。思えば我が子のゲーム時間に大きな変化はないのですが、勉強や読書の時間が増えてきたような気もするので、あながち的外れとは言い切れないかもしれません。ゲームにはブルーライトなど、他の悪しき要因も潜んでいるので、あまり推奨はできないでしょうが、速読にはそのようなこともないため、火星禁止からの回復策の一つとして、なんちゃって速読を息子に教えてみることにしました。科学的に速読の効果は否定されているらしいですが、極端に遅かった私の読書は飛躍的に早くなりましたし、この度の目的は視力を回復することがメインなので、ともあれ試験的に取り組んでみます。以上、医学的には何の資格も知識もない一回の素人の独り言でした。